で絆をつなぎ直します。今だけはお腹すいたって泣き言は言いません。みんなで食卓を囲むために私は剣を振るいます。あなたの強い思いを力に変えて全力を超越しちゃいます。あなたがつないだ絆をこの体と剣に宿します。あなたにどんなことがあってもずっと私が全力全開で守ってみせますよ。だって恋しちゃってるんですから。美食殿の温かい食卓が私たちの帰る場所です。みんなで手を合わせていただきますって言いましょう。あなたがつないだ絆を全力全開でつなぎ止めて今日までの思い出と明日からの希望を守ります。あなたの思い、あなたの力全部受け取って前に進みます。あなたを感じている私はもう誰にも止められませんよ。みんなに元気よくおいっすーって挨拶したいです。そのために頑張りましょう。あなたと一緒ならどんな場所に行ってもへっちゃらです。これからもずっとずっと冒険を続けましょうね。絶対ですよ。これがあなたのあふれる思い。とてつもない力ですが全力を超えて受け止めます。あなたがつなげた絆のために。私のそばから離れないでくださいね。王女命令でありただのペコリーヌからの一生のお願いです。ははっ、ここで決めます。この剣は絆の結晶、オーバーロードストライク。勝利の味は格別です。これはあんたのことを思う少女の物語。あんたと共に作り物の世界にとらわれたペコリーヌちゃんの物語よ。あんたがどれほど思われているかを見てちょうだい。彼女たちの姿を見逃さずその思いをしっかりと感じ取ってね。これが今の私ができる精一杯の贈り物だから頼んだわよ。むにゃむにゃ、ハンバーグにお寿司、スパゲティに特盛りスペシャルゼラチナ丼、どうしてベンチなんかで、もしかしてまだ夢を見てるんでしょうか。うん、この空腹感は本物ですね。夢じゃなさそうです。というかそもそも昨日も王宮の寝室で寝たはずです。夜食を食べた後歯磨きをしてからお布団に、寝ている間に誘拐されちゃったとか。ねえじいさん、今日もいいお天気ですことね。まったくじゃな。我もうちっとばかし散歩を続けるかな。でも誘拐にしてはなんだか穏やかというか。ここってランドセルなんでしょうか。建物や周りの人の服装の感じどっかで見覚えが。そうだ、アメス様に案内されたキャルちゃんの心の中がこんな光景で、確か現実ってやつですよね。
あの時はコッコロちゃんとあの人も一緒でしたが、今は他に…ということは、アメス様に案内された誰かの心の中でもない。知らない場所に私一人ぼっち。どうしましょう。まあここで座って考えてても仕方ありませんよね。ランドセルに戻る手がかりを探すために散策してみましょう。バカ野郎、どこ見てんだ。信号赤だぞ。すみません。今の乗り物何なんでしょう。馬車でも古代兵器でもないですし、ランドソルでは見たことないですね。ものすごい速さで走っていきましたから、もしぶつかってたら大変なことになってましたね。でもぶつかった衝撃でランドソルまで吹っ飛んでいけるなんて都合のいい話はありませんよね。やっぱりランドソルとは全然違いますね。私の服もいつもと違うし、王家の装備もありません。わからないことだらけの世界ですから、気をつけて行動しなくちゃ。お腹ペコペコです。ご飯を食べないと行き倒れちゃいます。くんくん、あ、何やらいい匂いが。もしかして近くにご飯屋さんがあるんでしょうか。あ、でもこの世界の通貨ってルピじゃありませんよね。知らないのに持ってるわけ。あ、でも服装が変わってるってことは、もしかしたらカバンの中に。財布が入っていました。服装だけじゃなく持ち物もこの世界に合わせて変化してるんですね。どれどれ、数字の大きい紙の束が1、2、3。ここの貨幣価値はよくわかりませんが、とりあえずお店に行って食べられるだけ食べましょう。お腹いっぱいです。こっちの料理も美味しいです。やばいですね。他にもいろいろと食べてみたいですね。けど最高の食事ではありませんでした。満腹にはなりましたけど、心までは満たせなかったです。誰かと、仲間と一緒に食べたかったです。しょんぼり。こんなにも寂しい食事っていつ以来でしょうか。美食殿を結成してからはいつもみんなで食卓を囲んでましたからね。私が武者修行をしていた頃、腹ペコで行き倒れそうになったところを彼が助けてくれて、それから私の明るくて幸せな食卓が始まったんですよね。こんな時に彼がいてくれたらどんなに心強かったことでしょうか。あれ、向こうから歩いてくるのは彼。ここで会えたのもきっと運命ですね。あ、でも服装も違いますし、他人の空似という可能性も。もし人違いだったらそれはそれで落ち込みますし。でも何か手がかりが見つかるかもしれません。じっとしてても仕方ありませんからね。あなたですよね。私です、ペコリーヌです。わかりますよね。覚えてますよね。キャルちゃん、コッコロちゃん、シェフィーちゃん、ランドソルで私たちは。よかった、やっぱりあなたなんですね。
かった。今ようやく心も満たされました。あなたも状況を飲み込めてないみたいですけど、きっと2人ならなんとかなりますよね。だって私のご飯王子ですから。これがこっちの学校なんですか。ルーセント学院とかとはまた違う感じですね。やっぱり一緒には入れないですよね。できれば彼の近くにいたいんですけど。二人ともおはよう。おはよう。おはようございます。うん、二人とも朝から気持ちのいい挨拶ができて偉いわ。あら、そちらの子は転校生ではないわよね。彼の親戚です。え、全然似てないと思うんですけど、遠い遠い親戚でして、家系を遡ること、私たちから5代前。どうしましょう。つい親戚なんて言っちゃいましたけど、バレバレですよね。あら、そうなの。外国から家族旅行で来たのかしら。日本の学校が珍しくてお見送りをしてるのね。日本を楽しんでいってちょうだい。それじゃあ2人はまた後でね。あっさり信じちゃいました。というか、こっちでもあなたの先生だったんですね。それはそうと、なんとかこの場は切り抜けられましたが、学校が終わるまで私はどこで。ございます、ゆいちゃん。じゃあ、あなた屋上で待ってますね。授業が終わったら迎えに来てください。暇ですね。授業ってあとどれくらいで終わるんでしょう。街並みの中から珍しい建物を探すくらいしかやることが。王宮からの眺めと全然違うので、それはそれで興味深いんですけど、何より知らない世界でまた一人ぼっちに逆戻りしたことが思ったよりも寂しいです。それになんだかお腹も。考えたら余計にお腹が減ってきちゃいました。授業が終わる頃には行き倒れちゃってますよ。そうなる前に迎えに来てください。まずいです、誰か来ちゃいました。どこかに隠れなくちゃ。って、どこにも隠れるところなんかありませんよ。万事休す。不法侵入を犯した罪で捕らえられ、この世界で彼と本当に離れ離れに。おお、いたいた、ペコリーヌ。マコトちゃんにカスミちゃん、おいっす。二人とも彼と同じ学校だったんですね。でもどうして私の名前を。もしかして二人もランドセルのこと。いえ、先輩から頼まれたんです。様子を見に行ってあげてほしいって。そうですか。ああ、そのランドセルだとかってのは悪いけどよく知らないな。
でもあいつに頼まれたからさ。ってことでほら差し入れ、これ食って時間潰してな。わあ、美味しそうなパンをこんなにも、ありがとうございます。先輩からそのよく食べると聞いたので、うちの購買のパンは美味しいって評判なんですよ。すぐ売り切れちまうからフライングで買ったんだ。よく味わって食えよ。おお、それは楽しみですね。ああ、もう予定か。他のやつに見つかんないようにおとなしくしてな。あいつに心配かけさせんなよ。ではペコリーヌさん、私たちはこの辺で失礼します。授業に遅れないようにしてくださいね。じゃあ早速ごちそうになっちゃいましょう。いただきます。ガムガム、むしゃむしゃむしゃ、ハグハグハグ。ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。こんなにも美味しいパンが食べられるなんていい学校ですね。まことちゃんが言ってた通り、どれも美味しかったです。これもあの人のおかげですね。彼の知り合いだからってことで、こんなに美味しいパンを。この恩は一生忘れません。授業中でも私のことを気にしてくれたなんて、恋しちゃいそうです。彼の優しさを感じましたし、もう寂しくなんかありません。一人でちゃんとお留守番しますよ。あれ、まことちゃんたちでしょうか。もしかしておかわりを持ってきてくれたとか。やばいですね。イオ先生、朝はなんとかやり過ごせましたけど、校舎の中で先生に見つかるのはさすがにまずいですよね。あら、あなたはどうしてここに？それはその、これには非常に深い理由がありまして。あ、わかった。日本の学生の恋愛事情を見に来たんでしょう。え、そうよね。学校ってドキドキワクワクな青春イベントの宝庫だもん。気になって仕方ないわよね。実はね、私も生徒が告白してる場面に遭遇しないかなって、授業がない時にはこうして屋上に来てるの。内緒よ。それって先生としては？そうだよね、いけないってわかってるわ。先生としては部外者がいたら対処しなくちゃいけないよね。でも今回だけは特別に許してあげる。だってあの子の遠い親戚なんでしょ。そういう話じゃなくて。え、じゃあどういう話？いえ、そういう話です。そういう話にしておきましょう。もしかしてあの子の授業が終わるまでここにいるつもりだったの？あ、はい。じゃあせっかくだから先生が学校を案内してあげる。さあ行こう。ここが教室棟よ。今は授業中だから静かにね。やっぱり外国の学校とは雰囲気が違うのかしら。そうですね、私の知ってる学校といったらルーセント学院ってところで。へえ、変わった名前の学校なのね。どんなところなのかしら。機会があれば行ってみたいわ。どうしたの？何か気になることでもあった？いえ、ただ何か視線を感じるというか、今思えば朝からずっとなんですけど。きっと
教室にいる生徒じゃないかしら。学校で私服ってとっても目立つもの。あの人ペコリーヌさんって言ってましたね。先輩の遠い親戚らしいけど、二人はどういう関係なんだろう。やっぱり視線を感じますね。背中に穴が開くんじゃないかってほどの一直線な視線を。そういえば彼の教室はどこなんですか？せっかくですし、勉強してるところを見てみたいなって。あの子の教室はこの廊下の先よ。ただし授業中は静かにね。さて、そろそろ職員室に戻らなくちゃ。次の授業の準備があるの。もっと案内してあげたかったけど残念だわ。他の先生には私から伝えておくから、騒ぎを起こさなければ自由に見て回っていいわよ。それじゃまたね。はい、ありがとうございました。親戚って言っただけであっさり信じてもらえるなんて、先生としては大丈夫なんでしょうか。でも屋上から連れ出してくれて助かりました。授業が終わるまで楽しく過ごせそうです。こっちのゆいちゃんやまことちゃんたちもやっぱり彼を信頼してるんですね。知り合いだからってだけで、こんな見ず知らずの私のことも気にかけてくれるって普通はなかなかできませんよ。この世界にとらわれてから、出会った頃から彼には助けてもらってばっかりです。そういえばランドソルにいるはずのゆいちゃんたちは今頃何をしているんでしょうか。こっちの世界に来ちゃった彼のために頑張ってるに決まってますよね。だってみんな彼が大切なんですから。私も力にならなくちゃ。二人で絶対に帰ります。みんなが待ってるランドソルに。今の音何でしょうか。音がした方って彼の教室があるんですよね。一体どんな授業をやってるんでしょう。でもここは普通じゃない世界ですし、授業じゃないってことも。もし危ない目に遭ってたら、二人でランドセルに戻るまで絶対に守ってみせますから。彼のために私は全力全開で頑張ります。あなたと一緒だとどうしてこんなにも安心するんでしょう。それってやっぱり私のご飯王子だからなんでしょうか。何気ない日常って本当に幸せなんですね。あなたのおかげでそんな当たり前のことを改めて気づけました。当たり前の毎日に感謝です。ご飯はどんな場所で食べても美味しいですけど、やっぱり仲間たちと食べるご飯が私は一番好きです。大事な人と食卓を囲む、それがどんなに幸せなことなのか今回の冒険で改めて実感できたんです。この愛おしい幸せを失わないようにこれからも頑張っちゃいますよ。あなたも力を貸してくださいね。食いしん坊でよかったって思ってます。だってあなたのあふれる思いを全部受け止めることができたんですから。もしまたあなたが大変なことになってもずっとそばにいて戦います。
私のご飯王子は誰にも傷つけさせませんよ。あなたがつないだ絆は私の宝物でもあるんです。そのおかげで素敵な仲間たちにも出会えたんですから、絶対に離しませんよ。キューあと一握りの思い、あと一歩の力、それとあと一かけらの勇気。あなたにはいつも背中を押してもらってばかりですね。あなたと私が力を合わせれば、もっともっとすごい奇跡だって起こせちゃうと思いませんか？これからもずっとどんな困難がやってきても全力全開で立ち向かっていきましょう。私たちなら絶対に乗り越えられます。